ったんじゃないか。ね、複雑な心境で。はい、じゃあ行きます。はい、どうぞ。クイックピックで240円で、60円は手数料だね、おばちゃんの。はい、じゃあ東京10レースの春光ステークス、ガロードさんの声目はオレミファドン、副賞1点買い。はい、1点買いで、俺はここ勝負レース。はい、4番の名前出した4番の馬がね、結構安定してるんで、この馬軸にして3連単マルチなんで、あ、マルチじゃねえ、あれ頭にしてる俺、やべえ間違った、はい、あーしくじったわ俺。これね、マルチで買う予定だったの、流しになってる、やっちゃったね。まあ当たりはいいけど、多分このパターンだとマルチにしたけばよかったねってオチが想像つくね。どうなるかな。これは自分の責任ですね。本当だよ。瞬間どうしようと思った俺。なんでハスだけ言っちゃったの。これだよこれ。713。あ、でも硬いかな。アドマイヤランディ人気してるでしょ。7番って人気してんのかな。俺やっぱそうだよ。なんでハスだこれ。なん個人最初の。あれちょっと待って。硬い。いやハスだ。
して1番の3番のハスターの3番のハスターハスターのメルカボルフェン硬いわ。キャニオンバレーとアドマヤランディだから3連単1万もいかないかもしんないな。え？そう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 、その通り。しかも俺ほらマルチにしなくてよかったっていう展開だから。4000円ですよ。4000円やったー、はい、いただきます。4000円。いやーすげーショック、金額知っちゃったよ。マジかよこれ。多分これ以上悲しい3連単はないな俺の中で。3000円数百円だと思わなかったわ。これで死んじゃうんですか。ねえ、むしろお前この金額だったら数点で当てろよって金額だから。いやショックだ。これで死ぬ。レースも佳境に入ってきたところで、2人の馬券を紹介いたしましょう。じゃあ東京11青葉賞の馬券はこんな感じですね。馬連ボックスと馬連、はい、1番7番13番がパドックでは良かったと、はい、で私は馬タウンでこんな感じで、レッドライジェルとなんだっけなんちゃらレーブは切った感じで買いました。いやーレーブ来ちゃったなこれ。うわー硬い紐だ俺まただ紐っていうか 2,3 着レーブがいなければ当たってたんだけどな。1190円。はい、いってらっしゃいまし。楽しかった土曜競馬もこれにておしまい。てなわけで撤収。さてガロードさん、1日振り返ってどうでしたか。全然当たりませんねえ、なんかこう2着4着だろうみたいなね。1着3着だ。なんかずれる日だったね今日は。はい、いくらぐらい。5,6,000じゃないですか。赤字5,000円ぐらい赤字で、俺の方は意外とね調子良かったのかなと思いつつも、まあ赤字だね。やっぱり似たような金額赤字かな。
覚えてないっちゃ覚えてないんだけど、刺さってるだけじゃないですか。あとね、三連単ね、ぬか喜びというか、なんかコメントで書かれそうですね。あれはさ、だってつかないって分かっててもさらにその下行ったからさ、ショックが半端なかったな。でメインはメインで2着3着だったし、 で今日あれですね、人多いね。人多い。ああ G2 の青葉賞なんかスターホースいるわけでもないのに人多かったから、どうせダービーも勝たないでしょ。このままね、お客さん増えてくれれば言うことなしなんだけども、少ないみたいで、そうだね、減ってきてるっていうから、まあ、じゃあ一日ね、天皇賞の解明はやらせてもらう。じゃあ後で、はい、後でガロードさんのその天皇賞春の解明を聞いて、で我々は、東京競馬場から帰りたいと思います。というわけで、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。またよろしくお願いします。失礼します。